皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。安井でございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、左足がすごい重いです。まあ、実際にその左足が何キロか重いとかちゃうんですけども、気分的に気持ちに重いんですわ。まあ、これもね、今僕を脅かしている帯状疱疹のね仕業やとね思っているんですけどもね。でその帯状疱疹のね症状が出てきてから今日でね14日目なんですけどもね、まあ、最初は左くるぶしに違和感があって、その違和感が膝に腰に上がってきましてですね、でそしてその違和感がね、軽い痛みに変わってきて、まあ、気がつけばね激痛に変わってて、まあ、共に歩けない状態になりました。まあ、そんな歩けない状態がね2日続いた時にですね、まあ、これはねそのお風呂でシャワーしてる時に気づいたんですけども、この左膝の側面にね赤いブツブツができてきて、でその次の日にはですねそれがね水ぶくれに変わってきました。そしたらそれに追い打ちをかけてくるかのようにですね、その膝の側面からねその上下にね発疹がバッと出てきてですね、まあ赤い点々がいっぱいこうテテテテテテテンっていうのがねいっぱいできてきて上下に広がってきたんですわ。まあ、全部じゃないんですけども、まあところどころね水ぶくれになってました。でまあさすがにこれはおかしいなと思ってね、まあ異常事態やと思ってですね、病院にね電話して担当しているその看護師さんを呼び出してもらってね、あもしもしこんな状態でこんな痛みで歩けないんです、水ぶくれがすごくてね骨髄移植してからもう2年やから、ひょっとしたら GVHD のね帯状疱疹かもしれないんです、あそうかもしれないですね、安井さんの言う通り帯状疱疹の可能性もあります。まあ今日はね先生がいないので、明日が診察日なので明日の午前中に来てください。そしてね僕はねその痛い腰と足を引きずりながらですね病院へ行きました。ほんでねそのいつものようにね血液内科へ行って、白血病の治療でのその骨髄移植の副作用合併症である GVHD の可能性もあるからということで、まあ、見てもらったらねやっぱり GVHD のね帯状疱疹かもと診断されてですね、まあ、その診断をもとに皮膚に出てる症状やからね、それはもうやっぱり皮膚科に見てもらおうっていうことになってですね、その院内紹介状を書いてもらって、でそれを持ってこの足を引きずりながらですね、で僕はあの皮膚科のあるね別の階に移動してもう、ね、こうやってね足を引きずりながらねたどり着いたもんですからね、その皮膚科の受付のね小窓ね、皮膚科の受付ってね小窓なんですよ、めっちゃちっちゃいんですよ、なんか知らんけどそこのね僕の行ってる病院の皮膚科の受付だけめっちゃなんか小窓なんですよ、ほんまにね。他はねこう人がこう、ね、ちゃんと分かるぐらいの窓なんですけど、窓っていうかまあそのスペースが空いてるんですけども、もう皮膚科だけこんな小窓なんですよね。でガラスがあってこうシャッと開けて、すいませんって言わないとダメなんですけども、それでねそのだからね小窓に勢い余って、その紹介状をバーンって叩きつけた感じになって、こんにちは血液内科から来たヤスですというね、なんかわけわからんその変なね自己紹介をしてしまって、ほんで待ち時間が1時間ぐらいあるということでですね、その動画を編集しながらね待ったわけですよ。ほんで呼ばれて診察室に入って、で水ぶくれとその他のね発疹をね見せたらですね、あーこれは帯状疱疹ヘルペスですねと言われました。もうね誰の体の中にもですね、その皆さんの体の中にもですね、その帯状疱疹ウイルスというのがねあるんですよ。まあ、疲れが溜まったりとか、その、ね、年齢を重ねたりとかね、病気や薬の関係で何かしらの関係でその免疫力が低下してくると、この帯状疱疹ウイルスっていうのがね体の外にねバッと出てくるんですよ、外側にねこう出ようとしてくるんですよ。でそれでその出てくる関係で、神経を刺激して痛みが走ったりとかね、皮膚表面まで上がってきて水ぶくれや発疹が出るのがね、その帯状疱疹ウイルス、帯状疱疹ヘルペスでございます。ほんでね、こう次に先生がね、こう綿棒を取り出してですね、この水ぶくれを潰して中の汁を採取して、帯状疱疹ウイルスかどうかを一応検査しますので、と言ってね、僕の水ぶくれをね、ぐり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 こうね、こう押し潰し始めたんですよ。で、こうぐり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 ね、なかなか潰れへんもんやからね、20秒間ぐらいね、ぐりぐりされて、でその汁をこうプレパラートに乗せて、検査されたんですけどもね、ほんでね、その帯状疱疹ってね、その肝臓にもね、その影響が出ると言われたので、それを確認するためにですね、その血液検査をせなあかん言われたのでね、そのまま採血室に行きました。ほんで採血が終わって、まあ、結果がね、1時間ぐらいかかるから、
それぐらいに皮膚科に戻ってきてって言われたので、それぐらいに戻って、で血液検査ではですね、肝臓への影響は全くなかったので問題なく済みました。でも水ぶくれの汁はやっぱりね、帯状疱疹ウイルスだったので、まあ、そこで正式に帯状疱疹とね、診断されました。ほんでまあ経過を確認するためにですね、1週間後に来てくれと言われたので、1週間後に来てくれと言われたのでね、まあ薬をもらってね、帰ってきました。ほんでそこから1週間経って収まってた症状もあれば、もう新しく出てきた症状とね、戦っていました。でその新しい症状っていうのはですね、まあ一つ目はその火傷のようなピリピリヒリヒリした皮膚の表面の痛さと、二つ目はですね、その皮膚の表面の一部がですね、ブニブニしてきたという症状なんですよ。ブニブニ。もうね、皆さんのね、コメントで教えてもらった中でですね、火傷のようなヒリヒリピリピリとしたね、痛さがあったので、まあ僕だけがね、こんな痛みで苦しんでるんじゃなかったんやとね、一安心したところですね、そのブニブニっていうのはですね、コメント欄にはね、二件だったので、このブニブニは稀な症状なんやとね、ちょっと驚いてました。それでその二つを、昨日のね、通院で皮膚科での先生でね、聞いてきたんですよ。でね、一つ目の痛さの、やけどのような痛さっていうのはですね、末梢神経痛というね、症状とね、教えてもらいました。末梢神経痛という症状でした。これはですね、その帯状疱疹を発症した時には正常であった神経繊維、神経、人間の繊維ね、運動神経と感覚神経っていうのがあるんですよ。でこれで僕に影響があったのが感覚神経の方で、その神経繊維というのがウイルスによって傷つけられてしまうことで発症すると考えられています。その免疫力が低下しててね、免疫力にこう抑えられていたウイルスがね、イエーって活発になってきてね、その神経が刺激をしたので傷つけられて痛みが発生するんですよ。でこれを末梢神経痛と言います。でも大体これはね、その帯状疱疹の水ぶくれやね、あの発疹が治ってから痛みが出てくるという状態だとね、症状だとね、多くの資料には書いてあるんですけども、まあ、先生に聞くとね、その順番は人それぞれだそうです。僕はね、その痛みが出てきてからね、その痛みがそして激しくなってからですね、赤いブツブツができてきたのでね、僕はこういう順番やったんですよ。いやでもあの痛さはね、もう他に言い表せないぐらいのね、痛さやったんでね、もうほんまにね、難儀でしたわ。このね、フローリングをね、この血を這うようにもうほふく前進 してね、歩いてないわ、していかんと、もうそこのドアからね、階段降りてトイレでも行けない状態やったんでね、あれは痛かったですね。でそして二つ目のね、皮膚の表面のブニブニなんですけども、ただこれはね、ただのね、実はね、むくみだそうです。むくみ、ただのむくみって言われました。今まで僕が体験してきたね、むくみと違う種類の質感なんですけども、何回聞いてもむくみなんだそうです。まあでもただのむくみで良かったですわ、ほんまに。でそしてね、ちなみにもう一つ聞いてきたんですよ。で僕のようなね、あの白血病になって骨髄移植をして帯状疱疹になった患者さんで、神経痛が治まってでもまたこの神経痛が再発するかしないかっていうのをね、すごい気になったんでね、聞いてきたんですよ。でそれもね、人によるって言われました。まあね、病気の症状というのはね、その誰もがみんな必ずこうなりますと決まってるわけじゃありませんので、そうならないようにしっかりと病気の根源を治療で対峙しましょうとね、教えてもらいましたわ。次の通院はね、来週なので、またそのね、水ぶくれの経過とね、まあ他になってないかっていう箇所とかもね、また見てもらって、まあ、ひどくなってなかったら、多分薬をもらって帰ってくるだけやとね、思います。まあそれですんならいいんですけどね。でまあそんな症状たちっていうのはね、大体症たちってないな、そういうね、あの帯状疱疹に出てくる症状っていうのは大体3週間から4週間続くそうなんですよ。だからね、まあ僕の場合は5月の末に発症してるんで、3週間4週間こうって言ったらもうね、6月末から7月頭だと思うんですよ。だからまあこのね、6月いっぱいっていうのは痛みと戦っていきます、そんな感じでね、今日はね、僕が帯状疱疹になって14日目が経過してこんな状態なんですよっていうお話でございました、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。